こんにちは、しりこです。では続きから始めてまいりましょう。左側もなんか階段があったな。あっちの階段も怪しいけど、後からまあ行くか。下降りよう。お、なんかペンギンがいた。また新しい装備ゲットかもしれない。あ、炎のベッカムだから。炎装備がもらえるかな？よし、久々だ。もう一発久々でいこうか。あ、痛い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 。ちょっと、お助け呼ぼう。痛い。な、攻撃が早い。やばい、こいつ。強い。こいつやばいぞ。攻撃が早い。あ、そっか、ガード。わ、やられた。やられたな。オッケー、倒した。なんかあっさり倒したな。これ炎装備じゃないかな。お、やっぱり炎装備。炎の兜、炎の鎧、炎の剣。ザザザ。あ、溶けた。あ、強い。この炎武器強いわ。強いぞ、これ。お茶があった。なんか新しい、なんか、ピラミッドの中みたいな、感じやね。あ、なんか、あるな。あ、緑色になった。あ、エレベーターか。スイッチか、あれ。上に上がっていって。あれ、これ戻ってきた？なんか、かわいい、缶みたいなのがいる。なかなか広いな。ここ行き止まりかな？え、行き止まり？あ、行けたか。で、ブロックがあるな。あ、またブロックがある。で、こっち延べ棒だ。シルバーの延べ棒。この。なんかあった。肉まん。肉まんがあった、今。なんか集めたらいいことがあるって。お、なんか、音がして招き猫消えた。お、まだ先がある。なかなか広いぞ。なかなか広いぞ。なんか敵がうちゃうじゃんな。レベルも40になったけどね。やっとなんかドクロマークの看板があった。今回長かったな。おいた。
天才ドクターベッカムだ。ここにいたか、天才ドクター。こんな地底の奥深くに天才ドクターの研究施設はあったんだね。天才ドクターのトラップをくぐり抜けてここまで来れたってことは、本当の天才はやっぱり僕ってことだね。お前たちの様子はここのモニターでじっくり見させてもらったよ。この中央研究室までたどり着けたことは褒めてやる。じゃがここまではわしも計算済み。この地下神殿内に仕掛けたトラップはお前たちの到着を遅らせるため、単なる時間稼ぎに過ぎない。どんなトラップもこの天才ベッカムには通用しないぞ。あ、あんなところにハンバーガーが1億個も落ちてる。ハンバーガーどこどこ。ベッカム君、思いっきりトラップに引っかかってるよ。え、トラップ。まぬけめ、こんな単純なトラップに引っかかるとはな。あ、ベッカム君、あれ。ナオト君、二度も同じ手は食わないよ。違うって、ベッカム君、あそこ見て。最大のトラップはお前がこの研究室へ足を踏み入れたこと。お前がここへたどり着くまでの間に、わしはサイクロプスから送られてきた木下ベッカムの戦闘力データを全てこの巨大ロボへプログラムした。わあ、巨大ロボですか。そんなこと。しかもプログラムされてるみたい。やってみてわかるのは、わしの計算が正しかったという真実だけじゃ。これやばいな。うわー、なんか強そうなのが来た。なんかあの戦車ロボみたいな。強いぞこれは。なんか攻撃パターンがあるはずだけど、基本がやっぱ背後かな。なんか手からビーム出してくるね。あれ要注意だな。もうこれ連打しかねえ。まだですか。やばい、ジャンプ。つえー、めちゃくちゃタフいじゃん。やっと倒した。よかった。結構ギリギリ。結構ギリで倒したよ。まさか、わしが計算を間違えるとは。見たか、これが本当の答えだ。ベッカム君すごいよ。あんなに大きなロボット倒すなんて。ベッカム君もなんか、最初の頃よりなんか、頼もしくなったよね。なんか顔つきもね。いいこと言うな。計算の中に僕の勇気を入れてなかったのさて。僕たちの勇気をね、計算に入れてなかったみたい。ベッカム君が賢く見えるよ。なるほど、そういうことか。ベッカム君、どうしたの。北の反対が南で、X イコール Y だから、ああなってこうなると、つまり。ナオト君、計算の答えが出たよ。今の計算デタラメだったけど。僕の計算が正しければ、この後ここに扉が出てくるはずだよ。そんなの僕も知ってるけど。僕の計算では、この扉に不思議な紋章を近づけると、ひょっとして扉が光って七星の居場所を指すんじゃない。その通り。はあ、ベッカム君に付き合うのなんか面倒くさくなってきた。さあ、ナオト君、伝説の七星を探しに行こう。あれ、ちょっと待って、光が1箇所じゃなくて3箇所指してるけど。え、3箇所これってどういうことだろう。ねえベッカム君。それは、そうか、僕の計算では七星はこの地下神殿の中に3人いるんだよ。じゃあここで3人とも探し出せれば残りは1人ってこと。まあね、
そうでしょ、フェニックス。ね。いや、光り方がいつもよりも弱くなっている。これは、この地下神殿内の魔力で、扉の光が分散しているんだ。じゃあ、この神殿内に伝説の七星は、やっぱり一人ってことか。まだわからないよ。フェニックスの計算に、僕の勇気は含まれているの？いや、そんなものは。じゃあ、答えは三箇所とも探してからだ。はい、ということでね、今度は光の戦士を、ね、探しに行こうと思いますけど、今回は、まあ、これぐらいで終わりたいと思います。結構ギリギリだったですね、ボスを倒すのは。はい、ということでまた次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。